タルボ・マトラ・ムレーナは、フランスの自動車メーカー・マトラが1980年から1983年まで生産したスポーツカーである。1973年に発表され、ヒット作となった、ミッドシップエンジン横3人掛けのスポーツカー、バゲーラの改良、発展型というべき製品。バゲーラとの相違はまずエンジンが拡大強化されたことで、 タルボ1510と同じオフ 1592cc92 馬力と、短命に終わった、タルボのトップモデルタゴーライオーの新しいサイチ C2156cc118 馬力が用意され、ようやく5段となったギアボックスとの組み合わせで2.2の最高速度は、時速 197km、0から 1000m 加速31秒に達するようになった。 なお1983年にはそれまでディーラーオプションであった 2156cc142 馬力のチューニングキットを標準装着した無礼な S が登場した。トレーリングアーム式のリアサスペンションはトーションバーからコイルに変更された。やや大型化され個性が若干薄れた印象の車体も鉄製スペースフレーム FRP 製ボディの基本設計は同じだが、 バゲーラで問題になった初サビ対策として、アエンメッキが施された。1983年に、マトラがルノーと提携すると、アルピーヌと競合することや、マトラが開発した画期的なミニバン、ルノーエスパスの生産に専念することを理由に、わずか3年余り、1680台で、生産終了となった。当時の日本には並行輸入で少数が上陸した。 ありがとうございます。